はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と読みます。そこ笑わないでください。はい、今日は池田輝政先生のところにの工房の方にちょっと来ております。ちょっと螺鈿の方ね、どういう風に貼っていくかっていう触りだけなんですけど、少し動画を撮らせていただきますので、よければ見てください。これは僕の八角のボールペンの方ですね。それを今六角のやつを貼っています。その筆は何でできてるんですか？爪楊枝です。爪楊枝なんですね。爪楊枝で、爪楊枝をちょっと長くしてる、改造されたやつですね。とニーベルで、はいはい、こう調整をしながら貼ってます。貼って、貝をお皿の中から探しながらですね、今から一回塗ります。一回塗って、こんな感じですね。エボナイトの上にちょっとだけ黒い発色がいいのが漆が塗ってあって、それが今ボンド代わりで、それに貝を貼るといった感じですね。まあ、この後もいろいろ工程があるんですけど、まあ、こんな風にしてずっと作業を続けて螺鈿の作品が出来上がります。まあ、今貼ったところはこんな感じですね。いや、仕上がりが楽しみです。ちなみにこいつは特注のもんです。ではではまたよろしくお願いします。